アメリカンバレーシアターはアメリカ合衆国ニューヨークに本拠を置く世界最高峰のバレエ団の一つアメリカ最大のバレエ団としてニューヨークシティバレエ団と並ぶ名声を誇る母体劇場はリンカーンセンター内にあり毎年8週間の春季公演をメトロポリタンオーペラハウスでそれより短い秋季公演をディビット・エッジコーク劇場で行いその他のシーズンは世界中で ツアー公演を行う。所属ダンサーは86人。プリンシパル15人、ソリスト14人、コールドバレー57人。1939年に結成され、1940年1月、ニューヨークのセンター劇場で初演を行った。前身は、モルドキンバレー団で、モルドキンの弟子、ルシア・チェーズが、リチャード・プレザントを支配人として始めたものである。 団内でのダンサーの階級は4つに分かれ、スタジオカンパニー、コールドバレー、ソリスト、プリンシパルの順に上がっていく。1960年、アメリカのバレエ団として初めてソビエト公演を行った。創設時から多くの振付家に作品を依頼してきた。ジョージ・バランシン、アドルフ・ボルム、ミハイル・フォーキン、レオニード・マシーン、ブロニスラバ、ニジンスカ、アントニー・チューダー、 アグネス・デイ・コール・ミル、ジェローム・ロビンスらが知られる。ありがとうございます。